예, 할렐루야. 아멘. 자, 오늘 이 자리에 예, 주님의 은혜가 넘치기를 예, 주님의 이름으로 축원합니다. この場所に主の恵みが豊かに注がれることを主の皆によって祝福します。 예, 오늘 이 본문 말씀의 배경은 이렇습니다. 今日の本文の御言葉の背景はこのようになります。 아, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 지 예, 그 3개월째가 되는 날이었습니다. 이스라엘의 사람들이 애굽에서 出てきて 3ヶ月目に なった日のことです. 예, 그날 예, 시내산 앞에 장막을 칩니다. 예, 이스라엘 사람들은 시내산의 앞에 식회를 했습니다. 예, 그러자 그때 하나님이 모세를 예, 시내산으로 불러서 백성들에게 이렇게 전하라고 합니다. 그러자 하나님은 모세를 呼び 시내산에 呼び 사람들에게 このように 伝えなさいと 오시아이마스. 예, 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음을 보았고 あなた方は私が 애굽에서 したことを 見た. 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 얻고 내게로 인도했는지 너희가 보았느니라. またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た. 세계가 다 내게 속해 있으니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지켜라. 全世界は私のものである誠にあな私の声に聞き従い守りなさい. 그러면 너희는 내 소유가 되고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. そうすればあなた方は私にとって祭司の王国聖なる国民となる. 그러니까 모세가 내려가서 하나님께서 말씀하신 것을 백성들에게 그대로 전합니다. 모세가 그다음에 하나님께서 오셨다 미코토바를 そのまま民たちに伝えました. 그러자 백성들이 일제히 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다 라고 대답합니다. すると民たちは私たちは主が仰せられたことを皆行いますと答えます. 그 말을 듣고 하나님께서 모세에게 하신 말씀이 바로 오늘 본문 말씀입니다. その答えを聞き神様がモーセにおっしゃった御言葉が今日の本文の内容です. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님께 가까이 오도록 초대받은 것입니다. 즉 이스라엘 사람들이 하나님의 미마에니 近づくように 초대를 されたのです. 이게 바로 십계명을 받기 직전에 초대하시는 이런 상황인 것입니다. 직회를 받기 전에 직전에 초대される 상황であります. 하나님은 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 모세에게 오시아이마시다. 내가 나의 백성을 만나기를 원하노라. 나는 나의 백성을 만나기를 나 여호와가 온 백성의 목전 앞에서 시내산에 강림할 것이다. 주나르 와타시와 스베테노 타미노 메노마에데 시내산니 그다르 가라데아르. 그래서 하나님께서 백성들이 시내산에 오는 것을 허락하십니다. 데스카라 카미사마와 타미다치가 시내산니 가까이 클고도 유르시마스. 그런데 그 시내산 그 꼭대기에 강림하는데 이스라엘 백성들로 하여금 자신을 만날 준비를 하라고 합니다. 시카시 시내산의 위에 하나님이 오라れるんですが 이스라엘 사람들에게 고지신이 대하우타메노 소나이오 시나사이토 오시아르노데스. 어떻게 준비하라고 하십니까? 도노요니 소나이나사이토 오시타노데쇼카. 오늘 본문 10절을 보면 오늘과 내일 백성들로 성결케 하며 그들로 옷을 빨게 하라고 합니다. 오늘 본문의 10절을 보면 오늘과 내일 彼らを 清め 彼らに その衣服を 表せようと 書いてあります. 그리고 계속해서 14절 15절을 보면은 백성들로 자기 옷을 빨며 여인을 가까이 하지 말고 자신을 성결케 하라라고 또 말씀하십니다. 마태복음 14, 15절을 보면은 彼らに 衣服を 表せ 女に 近づいては ならない 彼らを 清めよ と 書いてあります. 그러니까 죄된 인간이 하나님을 만나려면 먼저 자신을 정결케 성결케 해야 된다는 것이죠. 죄인한 인간이 하나님께 대하오 타메니와 먼저 자신을 기염해나케레바 나라나이토 오시아테이르노데스. 그러니까 구약 시대에 이러한 그 성결 행위는 장차 예수님의 보혈을 의지해서 하나님께 나아가야 된다는 것을 보여주는 상징적인 것이기도 합니다. 구약 시대의 이 기요사의 오코나이토이노와 미래 예수사마의 기요의 지시오니 타요테 예수 하나님의 미마니 데테이쿠코토 오쇼초스르코토데모 아리마스. 그래서 오늘과 내일 이틀 동안에 그 몸을 씻고 옷을 빠는 등 최대한의 성결을 유지하면서 今日と明日2日間にわたって体を洗い衣服を洗うなど最大の清さを保ちつつ 그래서 셋째 날에
하나님을만날준비를하라고하였습니다3日目には神様に出会う準備をしなさいとおっしゃっているのです그런데또한계속해서그22절을보면또한이런말씀이있습니다また続けて22節を見ますとこのように書いてあります또여호와께서가까이하는제사장들에게그몸을성결히하라성결히하게하라나여호와가그들을칠까하노라라고말씀하십니다主に近づく祭司たちにもまたその身を清めさせなさい主が彼らを打つことのないようにするためである그러니까여기보면제사장들이라도그몸을성결히하지않냐면하나님이그들을치겠다고하십니다ここ見ますと祭司たちであってもその身を清めなければ彼らを打つと主はおっしゃっているのです왜냐면성결지못한것거룩지못한것을받아들일수없는것이하나님의그속성선품이기때문입니다なぜなら清くないもの性別されていないものを受け入れることはできないのが神様の属性神様の品性であるからです반드시하나님에나올때는그누구라든누구든지그몸을성결히하고나와야된다는것을확실하게보여주는말씀인것입니다必ず神様の御前に出てくる時には誰であっても体を清めてから出てこなければならないということを見せていることなんです어느날성경을읽는데오늘본문말씀이10절이가장먼저눈에들어오는것이었습니다ある日聖書を読んでいくうちに今日の本文の10節の御言葉が目に入ってきました여호와께서모세에게이르시되너는백성들에게가서오늘과내일그들을성결하게하며그들의옷을빨게하라あなたは民のところに行って今日と明日彼らを清め彼らにその衣服を洗わせ그런데계속해서15절말씀이모세가백성에게이르되준비하여셋째날을기다리고여인을가까이하지말라続けて15節を見ますとモーセは民に言った3日目までに備えをしなさい女に近づいてはならない그리고22절말씀이마음에다가오는것이었습니다そして22節の御言葉が心に迫ってきました또여호와께서가까이하는제사장들에게그몸을성결히하게하라나여호와가그들을치게할까하노라主に近づく祭司たちにもまたその身を清めさせなさい主が彼らを打つことのないようにするためである사실너무나도잘알고있는말씀인데とてもよく知っていた御言葉なんですが갑자기하나님께너무나도죄송한거예요この御言葉を読んでいくうちに神様にとっても申し訳ない気持ちになりましたエベ에나오는그나의모습이너무이렇게무례하게그런모습으로비춰졌기때문이었습니다礼拝に出てくる私の姿があまりにも無礼に感じたからです죄송하니까회개만이렇게나오더라고요とても申し訳なく悔やらためばっかり出てきました하나님을만나기위해성결케하고神様に出会うために清め몸도씻고옷도깨끗한것으로골라입고나오라고하는데体も洗い洋服もきれいにして出てきなさいと主はおっしゃっているのに너무죄송한거예요私は本当に申し訳ない정말내가영적으로성결함을유지하고하나님앞에그예배앞에나오고있는지本当に私は霊的に清さを保って神様の御前に出ているんだろうか아니옷이라도청성껏깨끗한것으로좋은것을입고주님앞에나오고있는지야요크でも本当に心を込めて綺麗なもの良いものを選んで着ているんだろうか그렇지못하니까너무이렇게죄송한거예요そうでない自分の姿が見れて本当に申し訳ない気持ちでした솔직히그렇게하지못했을때가많았었거든요正直に言いますとそのようにできなかった時がたくさんありました주님내마음과뜻을다하지못하고예배가운데왔었던저입니다주여私の心思いを主にすべて尽くせず礼拝に出てきた私です좀더깨끗한몸으로오지못했습니다もっと綺麗な姿で来ることはできませんでした좀더깨끗한옷으로오지못했습니다もっと綺麗な洋服着て来ることができませんでした정말부끄러운짓을했습니다本当に主の御前に恥ずかしいことをしてしまいました주님마음을불편하게했습니다主の心を不愉快にさせてしまいました죄송합니다主よ許してください이런회개만나오더라고요こういう悔い改めが出てきました정말우리하나님아버지는
참으로좋으신분이신데私たちの父なる神様は本当に良き素晴らしい神様なのに정말나의하나님은정말거룩하신분이신데私の神様は本当に清い神様なのに사실은내스스로가몸과마음을정결케하고主は私が自ら心と体を清めて옷도깨끗이하고나오길바라시는데服装もきれいにして来ることを願っておられたのに스스로준비하길원하시는데私が進んで準備することを願っておられたのに그냥부끄러운마음죄송한마음뿐이었어요ただただ私は恥ずかしくて申し訳ない気持ちばかりでした그래서그날주님앞에서다시한번결심을했습니다それでその日私は主の御前にあのこのように決心をしました주님알겠습니다主よ分かりました적어도주님앞에나오기이틀전부터これからは主の御前に出てくる少なくとも2日前から몸과마음을정말그정결을유지하고예배에나오도록하겠습니다心も体も清別して主の御前に出てくるようにします외적으로몸도씻고되도록이면깨끗한옷을골라서입고나오겠습니다外見的にも体を洗って綺麗な洋服を選んでそれを着て主の御前に出てきますと그러면서너무감사한거예요それで私はまた感謝な気持ちになりました그래서주님이렇게주님만나는법을알려주셔서다시깨우쳐주셔서감사합니다主よ主に出会う備え方を教えてくださり本当に感謝しますと이렇게감사의고백이나왔습니다このような感謝の告白が私の口から出てきました여러분사실하나님의이러한그거룩한성품속성은근본적으로지금이시대에도사실변함은없으신것입니다皆さんこのような神様の清い品性清い属性は今日も変わりはありません우리가성결케하고좋은것을입고나온걸하나님이바라시는건당연한거예요私が心と体を清くし神様の御前に出てくることを主は喜んでおられるのです그러니까하나님앞에영적으로나육적으로나성결치않은상태로나온다는것은ですから神様の御前に霊的に肉的に性別していない状態で出てくることは하나님의이거룩한성품을비춰봐서생각한다면神様の清さに清さを考えてみますと하나님의화를자초하는것이나사실다름이없는것입니다そのようなことは神様の見返りを招くようなことなのです그러니까우리가이런그하나님의그런거룩한그런성품을바로알고ですから私たちがこのような神様の品性を正しく知って하나님교회를올때예배를드리러올때는정성껏마음을다해준비하고나와야함을믿으시길바랍니다礼拝に出てくる時には一生懸命心を尽くして備えるべきであることを信じましょう그러니까적어도하나주님앞에나오기하루전이라도몸과마음을정결케하고主の御前に出てくる少なくとも一日前からは心も体も清別して清くし의복또한옷도또한깨끗하고좋은것을준비해서입고나오는것이성경적인것을믿으시길바랍니다衣服もまた綺麗なもの良いものを選んで着てくることが主の御前に着てくることが聖書的であることを信じましょう지금은천국에가셨지만저희할머니가살아계실때의일입니다今は天国に召されたんですが私のおばあさんが生きていた時のことです저희할머니는90살90이넘으셔서예수님을믿으셨어요私のおばあさんは90歳が過ぎてからイエス様を信じることができました어느날한국의어머니한테전화가왔습니다ある日韓国のお母さんから電話がかかってきたんです할머니가예수님을그러니까어머니가예수님을믿었다는거예요おばあさんがイエス様を信じるようになったということでした어제주일날같이교회에갔다왔다는것입니다昨日の手術教会に一緒にいてきたということでした알고보니까할머니가꿈속에서하얀옷을입으신예수님이나타나셨답니다話を聞いてみますとおばあさんが夢の中で白い衣を着たイエス様が現れたそうです사실어머니가그할머니이렇게엄마죠어머니를위해서계속기도하고있었었거든요そのおばあさんのために一緒に祈っていたんですね근데그예수님이꿈속에서할머니보고교회에나가자라고
마술을거시던답니다그꿈의中でそのイエス様がおばあさんに教会に行こうと声をかけてくださったそうです그래서교회에갔다왔다는거예요だから教会に行ってきたということでした근데어떻게예수님인지알았어하고물어봤습니다でもどうやってその方がイエス様だとしイエス様だと分かったと聞きました할머니는꿈에서그분이예수님이라는것을그냥알았다고그러시는거예요そのおばあさんは夢の中でその方がイエス様だということをもう自然に分かったというのです그날교회맨첫줄맨앞좌석에할머니가앉으셨답니다교회に初めて来て一番前の席におばあさんが座りました글도모르고음정도모르시는데찬송가를다따라부르시더래요文字も読めず音程もわからないのに賛美歌を全部ついて歌っていたのです예배처음부터끝나는시간까지계속울고만계시더랍니다そして礼拝の始めからも終わる時間までずっとおばあさんは泣いていたそうです근데어머니가말씀하시길신기한것이있다는거예요しかしお母さんが言うには不思議なことがあるよというのです그게뭐냐고물었죠それは何ですかと聞きました그러니까할머니꿈도신기하고그교회에서은혜받는것도신기하지만더신기한것이있다는거예요そのおばあさんが夢を見たのも不思議だし恵みを今教会に通ってて恵みを受けてるのも不思議なんだけどもっと不思議なことがあるよと言ったのです그것은할머니가처음으로교회를나가시던그주일날이란날에있었던일이라고합니다それはそのおばあさんが初めて教会に行く日のことでした주일아침에새벽부터어머니가목욕을하시대요その手術の朝、もう朝方から早くお母さんはお風呂に入っていたそうです。그머리를찬빛으로곱게빗고동백기름으로머리를이렇게바르시더랍니다。くしで髪の毛をきれいに整えて、で椿の油を頭に塗っていたそうです。그리고장롱깊숙이에는하얀그치마조고리를끄내시더니그것을입으시더랍니다。ダンスの中に深くにある白い치마조고리を出してそれを着たそうです。그어머니는할머니에게저런깨끗한치마조고리를입는것을그날처음봤다고했습니다그오바오가산와오바산가안나니키레이나치마조고리를기르노하지메테미다또했다는데항상몸빼같은거입으시고티셔츠세타밖에안입으셨거든요いつもおばあさんは몸빼に T シャツのような姿でした그렇게치마조고리입고정성껏단정하고보니까할머니가다른사람처럼보이더랍니다それにきれいに着がざるともうおばあさんがまるで別人のように見えたそうです어머니는그때까지아무것도모르니까오늘왜저러시나이상하게만생각하고있었던거예요お母さんはその時点まで何もわからずおばあさん今日どうしたんだろうとばっかり思っていたそうです근데요할머니가어머니쪽오시더니이렇게말씀하시더랍니다오바사んが後にお母さんのところに来てこのように一言言ったそうです단정하게옷을입고난후에きれいに着飾った後준비되었으니교회가자준비ができたから教会に行こう이한마디가잊혀지지않는다고했습니다この一言が未だに忘れられないというのです그리고하나님만만나러그렇게공들여서단정하게옷입던그모습이잊혀지지않는다고했습니다하나님様に出会うために예수様に出会うために心を込めて綺麗に着がざるその姿が忘れられないというのでした여러분정말아무것도모르시는지금90이넘으신할머니입니다皆さん何にも知らない本当に90歳も過ぎてるもうおばあさんなんです그런데하나님을만나는준비는어떻게해야하는지잘알고계셨던것이었습니다しかし神様に出会うためにどのように準備すべきなのかはよく知っていたのです어떤목사님은한번에태극그왕국왕을만난적이있다고했습니다ある牧先生はタイの国王に会ったことがあるよと言いました근데그국왕을만나는그예법이아주까다로웠다고했습니다しかしその国王に出会うための礼儀作法がとてもややこしかったそうです양말도소복도어떤색깔을정해서입어야만하는그런지침이있대요靴下の色も下着の色も全部色が決まっていて本当に厳しい掟があると聞きました세상에국왕을만나는것도이렇게까다롭고법을지키는데皆さんこの世の国王に出会うためにもこの世にもう厳しい掟があるのに우리는만왕의왕
만주의주인이신하나님을만나러나가면서아무렇게나이렇게하면서나갈수는 없는것이지않습니까私たちは王の王、主なる主、神様に出会うために行くのに何の準備もせずに行くとしたらどうなんでしょうか그러므로오늘이시간우리가겸손히우리자신을좀이렇게되돌아봤으면좋겠습니다ですからこの時間私たちが自分のことを謙遜に振り返ってみたいと思います하나님을만나러나오는나의모습이어떠했는지되돌아보기를원합니다神様の出会うために出てくる自分の姿はどういう姿だったのか自分のことを振り返ってみたいと思います주님앞에서마음을다하여준비하지못한모습이있다면이시간에주님앞에서솔직히고백하며회개하길원합니다주님의마음에心を尽くして準備したこと準備することができなかったことがあったならばこの時間本当に神様の御前に悔い改めましょう원하기는우리모두가하나님앞에영적이나외적이나그성결함으로그준비함으로나아가길원합니다내가와그와우리모두가하나님앞에영적이나영적이니또는육적이니외적이니기억して세別した姿を持って進んでいくことを願います뭔가마음을구별하고복장도이왕이면가장깨끗한가장좋은것으로입고나오길원합니다私たちの心、体を清くし、清別し、服装もまた綺麗なもの、一番良いものを着て主の御前に出ていきましょう。그래서온전히그하나님을만날수있는그런준비를함으로써そして神様に出会うための準備をちゃんとすることによって하나님이우리한사람한사람을정말만나주시는그런예배로나아가는저와여러분이되길예수님의이름으로축원합니다神様が私たち一人一人を会ってくださる礼拝に進んでいく私と皆さんになることを主の皆によって祝福します